群馬県の人は雷にリアクションが薄いと思うんですけど、はい、確かに群馬県はね、上毛かるたのラっていうのがあって、ライト、から風、義理人情っていうのがあるんですよ。だから雷がめちゃくちゃ多いんですよね。雷がすごい鳴るので、なんだろう、もう慣れてるって言えばいいですか。生まれ持ってずっと雷を聞いてるから、雷が鳴ったところで普通っていう感じですかね。だから他の人より全然あれだね、リアクションしないかもしれない。雷なんて当たり前。逆にね、群馬県民は地震には敏感っす。地震は群馬県は起きないんですよ、ほとんど。なので群馬県で地震が起きたとなると、みんな、え、地震じゃん、やばみたいな、震度3ぐらいで、え、やばいんですけどみたいな風になります。地震で起きたとか、ツイッターとか群馬県民はすぐ、お、地震で起きちゃったよって言うけど、他県民からすると、え、大したことないじゃんこの震度って思うんですけど、群馬県民はそれに敏感でございます。